はい、どうも、イズログのイズです。で、ようやく今日の動画は、待望のこれ届きました。じゃあ何がどう待望なのかって言ったら、2020年の目標として、ゲームチャンネルを立ち上げるっていうことは確かあったと思うんですよね。やっぱり、僕がワーホリから帰ってきた2013年の9月とか、まあね、そこら辺は、あれよね、ゲーム実況とかやろうとか、ゲームの動画をアップしようとすると、なんかやっぱり削除されるっていう時だったんですよね。まあ、著作権、まだゲームの会社がそんなにオープンになってなかったと思うんですよね。だからゲーム、その時にもちょっと企業塾とかネットビジネス系の行ってて、ちょっとテレビゲームでなんか起業できないかなって言ったら、まあその時の、この当時コンサルタントの人は、うーんみたいな感じの反応でした。まあ当時で言えばそうだと思う。ゲームのアフィリエイトの、単価を見ても、あれは仕方がないと思う。やっぱり、セドリみたいにネオジオのロムとか、あれを一発ね、高単価の、ね、売り値でさばいて、まあ継続的に入っては来ないよってやつだよね。はい。で、今、そうこうしているうちに、できました。これ、なんだろうか。まあ、これ、ネオジオミニみたいなやつなんだけれども、まあ、ネオジオミニじゃなくて、まあ、その他、完璧に著作権を無視ですね。いいのか、これでと思うけれども、まあ、結構いいものが、昔のね、アーケードっぽいものが入ってるんで、まあ、これを軸にちょっとゲームチャンネルを回していこうかなって感じ。はい。じゃあ、この、Amazon で買った、なんて言うんだろうな、Linux 3.0 の OS っていうのかな。レトロアーケードプラスね。このレトロアーケードプラス、なんかね、更新、アップデートが入ったらしくて、まあ結構、前のやつっていうのは、遊べねえよ。全然なんか、データは入ってるけど動かねえよとか、そういう結構、苦情が多く、なんだろう、レビュー見ても苦情が多くて、ちょっとこれどうしようかな、欲しいんだけど、ちょっと買うかどうかを、躊躇してたんだけれども、まあちょっと今回、アップデートが出たというので、買ってみました。で、まあ、箱の内容物、これになりますね。まあわかんねえよって話だよね。はい。で、まあこれが、レトロアーケードのプラス、取説ですね。まあこれは、これでいいか。うん。全部英語表記ですね。え、なんかこうね、絶対ね、ジョイスティックファンクションとか言ってさ、これプレステじゃないか。これプレステのなんか絶対パクってるような気すんだよね。まあいいや。まあ一応、でもね、梱包は結構あって厚くしてあるから、まあなかなかいいかなって感じだと思います。まあなかなか、はい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 。ですね、まず、これ。まずこの緩衝材が面白いですね。この型。で、この緩衝材と、まあ一応緩衝材から、まあこれがありますね。これがゲーム本体ですね。まあこれはじゃーんと。はい、出ました。この緑のテープは液晶のやつだね。俺基本的にこれは剥がさない派です。で、なんか、この下にあるね。取っちゃう。あ、でもなんかこの下にあるやつなんかね、あれだね。ここちょっと見づらいけど、この指の先っちょ。ここかな。ネジがあって取れないようになってるね。多分これバッテリーだね。うん。パッと見これバッテリーだわ。で、あとは付属のな、まあこれゲーム本体。付属は、はいはいはい。これが、これなんだね。これプレステチックと思いきや、これ使えるね。なんか、USB のコントローラーであれば、使えるやつだね。これ、あれだね。セロテープさ、超長いね。
無駄に長いね。袋破けちゃったよ。この無駄に長いセロテープ、そして強烈。はいはいはい。まあこれプレステチックなやつだね、 YBX。 まあ別にこれ、あ、いい、これいいね。これあのなんだろう、ボタンとかこのレバーとか、特にこの十字ボタンのこのレスポンスは好きっすね、僕は。はい、ではあとはこれかな。電源、まあこれは電源コードで、これが HDMI ケーブル。まあこれは、これが付属してるっていうのはすごく親切だなって正直思います。はい、どうも。で、今、ここは立ち上げました。で、これゲームの後ろの、これ、これはオンオフになってますね。まあ後ろにもこれ HDMI と USB が刺さるね。これ多分コントローラー用だね。で、次はイヤホンジャックで、次がメモリースティック。ですね、だから多分パンドラボックスのメモリースティックは164とか、あれ多分挿せばできるんじゃないって僕は思ってます。で、はい、ちょっと今ボリュームを、あとね、ボリューム本体からも結構出るんだよね。ここにボリュームがあるんだけれども、はい、でこのボリュームずっと止まらないね。一応今まあ、一応結構こういう風な音が出るよね。ネオジオゲームとかあるんだよね。で、これ CPS ゲームなんだろう。で、あと今これはあえてコントローラーじゃなくてこっちでやってます。で、多分あのアケコンも USB タイプだったらおそらくバリバリできるであろうと思ってます。まあアケコンタイプ、 USB タイプは今俺もあるって、多分こっちだね。多分こっちだったらできると思います。で、多分、ネオジオ X とかのあれが使えたらめっちゃ熱いなって今思いながらやってますね。Y ってなんだろうね。なんかチャッ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 チャってあるけど。で、セレクトがメニュー。おランゲージ。A が OK。イングリッシュ。あ、まあ、英語版しかないってことね。で、これが、画面の明るさか。で、B で、そうだね。チャッチャッって音がするけどね。チャッ。まあ一応チャット、いや、ちょっと紹介が、ちょっともう紹介がてら行ってみようか。CPS ってなんだろうね。CPS。ディノ、カーディラス&ディノサウルス、ジップ。できんのこれ。カプコンなんだ。インサートコインだって。コインねえよ。いやー、これやろうと思ったのにな。インナインティ。ああ、はい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 。いいねいいね、これいいね。いや、これをショートカットしたいぞ。でけえでけえ、すげえ音でかいな。で、これ、あ、 3人用なんだ。ちょっと携帯を、ダイナソーじゃなかったの。あ、そう、片手はきついな。まあこんな感じのゲームがあり、ちょっと熱いな、これは熱いぞ。
で、これ、ちょっと、スタートボタンとセレクトボタンを、同時に押すと、まあ、アチーブゲーム。まあ、一応、一旦ゲームを、切り上げてやめるって意味だね。まあ、エグジットゲーム、まあ、次のゲームに行く、セーブゲーム、ロードゲーム、ブライトネス。まあ、これは、光量だね。意外とこれ、親切かもね。で、あとは、あれ、キーコンフィグをどうやって変えれるかだよね。はい、どうも。で、まあ、あとは、これをやっていくと、まあ、一応、ざっと見ます。キャプテンコマンド、ジップ。キャプコマか、熱いね。これ、プレネ化してるからさ、手に入らないんよ。いいのか、これ。で、キャプコマ、ストリートファイター2だ、ニューチャレンジャー。はいはいはい。ストリートファイター2、チャンピオンエディション。チャンピオンエディション？ジップ？ジップってさ、データ盗んでるの丸の、なんだろう、ジップって。チャンピオンズエディションってなんだろう。あー、なんか昇竜拳とか打ったら、昇竜拳とか打ったらさ、波動拳がなんか体からブワーとか出るやつでしょ、これ。はいはい。まあ、いっか。ちょっとざーっと行こうか。行けるとこまで。じゃあ、リングオブ。あ、はいはい。ディストラクション。これね。うん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 。ザラゾフとかいるやつでしょ。はい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 。リングオブデストラクション2。あ、2あったんだね。パニッシャー。パニッシャーいいな。俺好きだな。横スクロール系があるね。これはスーパーパズルファイター。はいはい。ストリートファイト2。これは何だろう。5だけど。で、ファイナルファイト。熱いね。で、ロックン、メガマン。これ、ロックマンだね。メガマン2、ロックマン、スリーワンダー。はーい、はい、はい。あー、うん。わかるくさい。うん。なんとなーく、ゲーセンでは見た覚えがある。これが、コーイングキャリア、カウイングキャリア、エアウィング。はい、はい。エリア88、きたー！いいね。キングオブザラウンド、大、デンジャラスドラゴン、シャドウオーバー、ミステラフィ。あー、なんかな、あってもあれは違うかな、んか、ポーションみたいなやつが出るやつじゃないか。はいはい。で、これが、ドラゴンの続編だね。ワールドオブファイター。ワールドオブファイターなんだろう。いいね。ダイナスティは、うん、恐竜戦争。エコファイター。へえ、こんなのあるんだ。おっと、ストライダー飛竜。飛竜だ。リトルメン。リトルネモ。と、メガツインズ。ピンピー、ウィロー。なにこれ。ウィロー、クイズ&ドラゴンズ。なんかな。カプコンスポーツクラブ。へえ。カプコンワールド。カプコンワールド、パン、スリー。マジックソード、キングオブドラゴン、信長の野望、ヘアマニアック、クイズ、七色、ドリーム。なんかエッチいな。で、これが、ファイナル、じゃない、ディナウキャディン。あ、これは一旦、CPS ゲームは、いくつだ ?34 個だね。CPU は34個が入っています。はい。では次は GBA ゲームですね。